どうも、皆様、改めまして、翔平と申します。今日は、走れ追いチャンネルの大井くんと、MC に、所属してる、五郎を、今日は、呼んで、今日は泊まりなんですけど、明日向こうずの活動があるので、今日は泊まります。今日はせっかくなんで、なんか、お話をしようと思うんですけど、グローブについて、はい、いっぱいなんか、いっぱいなんかグローブ今日、持ってるんで、なんか紹介してもらいましょうか、じゃあ。じゃあ先に大井くんからグローブの紹介をしてもらいましょう、まず。はい。はい、どうも、走る大井チャンネルです。今日はですね、翔平さんの家に来てるんですけど、自分がいつも使ってるグローブ、まあ自分のチャンネルでいっぱい紹介してるんですけど、メーカーは YSF っていうメーカーですね。で、内野をやってて、結構浅めのグローブが好きなんですよ。それなんで、あんまりこう、深いんじゃなくて、こういう感じの、少し浅めのグローブを使ってます。ちょっと今日は、こっちのグローブもありまして、こちら水のプロの、グローブなんですけど、自分の友達のグローブで、こっちは、がっつり掴み型ですね。こういう感じの少し縦に使う感じで、ちょっとお借りしてきました。友達のグローブですね。ちょっとこれに関してはまた、後で自分の方のチャンネルで紹介します。という今日は2つのグローブを、翔平さんのお宅に持ってきました。明日の試合で使おうと思います。では次は、五郎くんのグローブを紹介してもらいましょう。はい、お願いします。はい、どうも。走れ、ゴロ、ゴロです。自分は、この、ジームスのグローブを使っています。なぜこれを買ったかというと、徳さんに憧れたからです。ほいほい型は普通になんか、キャッチボールとかをして作りました。こういう感じになりました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい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 。これから、そうですね、これからグローブを買う人、このお二人のね、今の、グローブの型を見て何か、参考になればいいと思います。以上、翔平チャンネルでした。